J アラートの誤発信を謝罪しました。ご心配をおかけした9町村の住民の方々にはお詫びを申し上げます。松野官房長官は昨日の北朝鮮によるミサイル発射をめぐり、全国瞬時警報システム J アラートで本来は対象外だった東京都の島しょ部などに誤って発信されたことについて謝罪しました。システム上の不具合が原因だということです。今後不具合を改善し再発防止に取り組むとしています。